公団とは、終戦後の日本において、連合国軍最高司令官総司令部の移行を受け、行政機関の一部として設立された公的機関を言う。その後、占領期を脱すると、行政機関の一部としての性格から切り離され、公舎に禁じした公法人となった。2001年12月に策定された特殊法人統制理合理化計画に基づき、 すべての公団が独立行政法人あるいは特殊会社に改組されることとなり2005年10月の道路4公団の分割民営化を最後に公団は消滅し現存しない法人形態となった GHQ による占領政策下で物資統制の必要上その配給統制機関の創設が模索されたことに始まる GHQ 側の要請である指摘独占の排除について戦前、戦時中における国策会社や英団といった官民協力形態を否定する形で答えたものである。日本政府と GHQ の間での構想の過程においては GHQ の意向を受けて配給統制機関は映画バメントディストリビューションコーポレーションとしなくてはならず、つまり 政府機関の一部として位置づけられることとなった。その結果として、校舎、配給団、配給長といった名称が検討され、政府の立案段階では、校長という名称で、法案が立案されていた。しかし、最終的に、公団という名称に改められ立法化された。その結果、戦時下の国策会社、統制組合、英団の機能を吸収しつつ、 産業復興公団、船舶公団、石油配給公団、配炭公団、価格調整公団、肥料配給公団などが順次設立されるに至った。さらに、これらの公団は、日本国憲法施行後の国家行政組織法の成立を受けて、国家行政組織の一部として、行政機関化されることとなった。しかし、占領期を脱すると、その性格も変容し、 行政機関から外れ、特殊法人として位置づけられ、数多く設立されるようになった。設立初期の公団の特徴は、英団等のそれまでの公企業が、私的独占に定触するものであるとみなしたことから、政府機関として位置づけ、民間による独占統制を取り除くことを意図していたところにある。そのため、法人格を有するものの、行政機関の一部として位置づけられ、 役職員は管理その他の政府職員とされた。その後、国家行政組織法の制定、国家公務員法の制定などを見て、公団が国家行政組織の一部をなすものとされ、各省の一部として国家行政組織法の別表に列挙され、個別の設置根拠法で設置、廃止されるものと位置づけられた。また、役職員は国家公務員とされた。なお、 国家行政組織の一部であるが、個別の設置根拠法において、法人格が与えられている。占領期を脱すると、公団は変容し、国家行政組織法から削除された。役職員は、国家公務員からいわゆるみなし公務員となり、その点では、公社と区別がつきにくくなった。1955年には、食料増産と、 世界銀行から借款を借り入れる必要から農林省が愛知用水事業公社の設立を構想。これが愛知用水公団として実現する。以降、日本住宅公団をはじめ様々な公団が設立されるようになった。ありがとうございます。